赤い車のボンネットにつけられた白い傷。長さは見た目で40センチぐらいありそうです。札幌の住宅街で25日から昨日にかけて車のボンネットやドアなどにひっかいたような傷をつけられる被害が相次いで見つかりました。 事件があったのは地下鉄菊水駅近くのこちらの通りです。先週土曜日から日曜日にかけてこの通りに駐車してあった複数台の車に傷がつけられる被害が発生しました。被害が見つかったのは札幌の中心部から豊平川を越えてマンションや一戸建てが立ち並ぶ住宅街のエリア。25日からおとといにかけて豊平川三条三丁目付近で合わせて8台、また 同じ25日から昨日までに菊水1畳3丁目付近で合わせて13台に上ります2つのエリアはわずか300メートルほどしか離れておらず被害があった場所を地図に落としてみると南7条米里通り沿いに集中していることが分かりますこの通り沿いに住んでいる女性です自宅の敷地内に停めていた車に 傷をつけられるだけではなくサイドミラーも折られてしまいました夜十時半ごろ帰ってきて次の朝九時半ぐらいに出かけようとしたら傷がついてえぇ、ー、っていう感じでした本当に減少、うん、して返してほしいしう捕まってほしいですね現在被害にあった車は分かっているだけで二十一台 警察によると、現場近くにある防犯カメラには一昨日の未明、男が犯行を行う様子が映っていました。警察は器物損壊の疑いでこの男の行方を追っています。